東京の場所ははっきりは言えませんけど、まあ大体この市ヶ谷のちょいと奥の方と思ってたわけですよね。今はもうその辺変わっちゃいましたよ、随分。でも私がまだこの世界、この芸能界から出したところは結構大きなやつがいくつもありましたよ。ええ、まあそんなところにですね、一軒ね、経営の壊れたね、古い大きい屋敷があったんですよ。ええ、たまたまその大学が近くにあるんですが、その大学の卒業生、まだ若いんですよ、みんな一人もの。それがね、機会があって集まったんですよ、4人ばかしで。ええ、それで懐かしい店で飲んで、あちこちで喋りながらね、で、またこっち行ってみようかってまた盛り上がって喋って、ねえ、一杯やってさ。で、本当は帰りゃいいんだけど、しばらくぶりに会ったものは嬉しいんだな。なかなか帰る気にならない。で、あっち行ったり、こっち行ったりやって、4人でもって。もともと気の合う連中ですから。お前最近こうなのかどうなのか、うん、そうだよ。いやー、もうあれダメだって。女の方がね、ダメだ。ねえ、話だから、くだらない話だから、あっち行ったり、こっち行ったりしてかなり酔っ払ってきちゃった。おい、もうまずいよ、お前。そろそろお前帰らないと電車なくなっちゃうよ。って言ったら、いいよ。じゃあ一軒だけどっかやろうやったら、屋台があったんで、屋台でもってまた一杯やっちゃった。ほいで、あなたこうだ言ってるうちに、おダメだこれ、本当にお前やるだよ。電車なくなっちゃうよ。じゃあ行こうか。おい、行こうやー、つって。で、こそだーんって言ってた。出て、スタ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 出かけ始めたら、雨がポツン、ポツン、ポツン、ポツンと出てきた。おい、雨来ちゃったな、おい。ね、参っちゃったな、って。じゃあ駅まで走るか。とっとっとっと走り始めた、みんなで。軽く。学生時代過ごした街で、ほとんどどこでも分かってるはずだったのに、なぜかいつもと道が違う。なんか分からない。おかしいな、おい、こんな道。変だな、ってる気に、たったたったたった走った。雨がだんだん、ザーッと、おい、まずいだ、雨。これどうしようか、つ。雨は降られてくれば、これはもう周りがわからない。なぜか知らない知ってる街なのに、思うように道が出ていかない。ね、いつもの道出てこない。おかしいな、お前、これなら確かあの辺出るはずなんだけど出ねえな、とか言ってたの。そしたら一人が先頭タッ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 走ってくんだよ。おい、どこ行くんだよ、って言ったら、うん、濡れないとこ行こうぜ、濡れないとこって走ってっちゃった、おい、ちょっと待てよ、ってついてた。雨が強くなりますから、みんなついてくる。そしたら、先頭からが、ひょーんとその大きな屋敷に入ってっちゃった。おい、まずいぞ、と。壊れた塀のとこに立ち入り禁止っていう看板がついてる。飛び越えちゃった。で、みんなもついてったらば、その家の玄関の軒先ね、軒のところ、ここに入ったんですよ。屋根出てますから。で、おしまらここでもって待とうや。夜ですか、ただ暗いですよ。ええ、そこ雨がザーッと。それで4人でもって、その下の人が立ったんですよ。ザーッと言ったんですよ。お前これまずいんじゃないか、人に入っちゃっちゃう、お前家宅侵入になっちゃうって。大丈夫だよ、これ空き家だよ。うん、どう見たってお前人が住んでしねえよ、これボロボロになってんじゃないか。思うかなって言いながら、みんな酔っ払ってから適当なこと話してた。そのうちに一番最初のとこ飛び込んだやつが、カタカタ、カタカタ、何やってんだよって、うん、こんな前だって、軒で待ってよ、中で待って、同じように中入っちゃうよって、もうやめろよ、家宅侵入で。もうすでに入ってんだから、仮面はしないよ、お前。どうせ何もなんかないんだし、別にこっちは泥棒じゃねえんだからって、カタカタ、カタカタ、ビーッと開いちゃった。ビーッと開いちゃった。で、入るかって、うん、入るか。中入っちゃった。ほいで、ライターでカチッとつけてんだ。なんかもうブシャーッと、埃っぽくてね、土が起こってればさ、ゴミが散らかっている状況で、すごい汚い状況で、なんだ汚いなぁ。誰か来た後みたいなのもある。うん。きっとなんか昼間かなんかそこ遊びしたらいいんでしょうね。そんなもん起こってる。なんだ汚いなぁ。畳がバリッと起こって、いやひでえの。また次のとこボーンと開けてみたら、やっぱり畳がボロボロで汚いなって、いや汚いとこだなぁ、ここすごいなぁなんて言いながら、また電気ね、そのライターが消えるわけだ。で、ライター消えると真っ暗になっちゃう。で、またちょっとライターパシッとする。ウィーンと。すごい汚いね。おい、どこ行ったって汚いからもうやめようよ、お前玄関行こうやって言ったら、大丈夫だよ、つって、またガチッって言ったって、ガチッライトつけたら、綺麗な部屋だったと。おお、いいじゃないか、ここの部屋と思って休むじゃないかって、みんな休んじゃったと。座ってね、疲れてるからあんまり会話なんかないんですよ。ただペチャーン出したと。この部屋随分綺麗なんだけど、お前の部屋で綺麗じゃないかな。うん。お前誰か住んでんじゃないか、ここだけ綺麗だから。他の部屋あんなに汚れてんの、どうしてここだけ綺麗なんだろうな。そうだよな、綺麗だよな。で、ライターもまた消える。しばらくすると誰かがライターをつける。ね、つけっぱなしはやられちゃいますからね。そうやって。ほんと消すと真っ暗な闇。つけるとわかる。外は雨がザーッつってる。おい、ずいぶん雨ひどくなっちゃったな。これじゃ帰れないんじゃないかな。弱っちゃったな。なんて。それでまた一人がカチッてライターつけたら、突然目の前にその何とも言えない目をした。うん、なんだこいつ何見てんだろうって。何とも言えない目してる。何も言えないけど震えてる。どうしたんだよと。いや、言わない。なんだお前と。そしてライター消えた。ただ、その目の前のその荒い息だけは聞こえてる。もう一回今度また、どうでさ、どうでこれ、誰かがライターパシッとつけた。みんなの顔がふーっとかけようと。
ところこっち側にいるやつが、なんとも言えない顔してる。じーっと言ってみな、こうやって触れてる。そのうちに、ライトがひょっと消えた。おい、出ようよ。ここ出ようよ。何言ってんだお前、今人ばっかり待って、もうちょっと言うよ、お前。疲れたよ。そうじゃないよ。出なきゃいけないんだよ。言ったらこっちが、おい、出るぞ。出なきゃいけないんだよ、ここは。なんでだよ。出なきゃいけないんだよ、ここは。出るぞって言ってやったもんだ。おう、待てよ、待てよ、待てよ。早く出るんだよ。すごいけど、なんだよ。いいから出るんだよって、パッと、みんなこと、待てよって、いいから。しょうがないからみんな来て、なんなんだよって言ったら一人がきつまついてね、出入り口のところでロープにバーン倒れた。立ち入り禁止のロープ。警視庁かなんかの字が入ってたの。バーンと。なんだこれは警察にじゃねえかって、わー。古いやつは構えしねえよって。バーンと来たの。お前なぜそんな逃げるんだよ。何出るんだよって。お前見えなかったか？お前がライターつけるたんびに、あの部屋の中にもう一人人がいたんだよ。背中を向けてな。なんだそれ。お前今のロープ見たろ。うん。あれ警察だったよな、昔んだけど。覚えてないか、学生の頃に。死体が上がったやつだったろ。長いこと埋まってて。うん。あれあそこじゃねえか。ああ。後ろ振り返ったら、部屋の中、かすかだから明かりが漏れてるんだそうですよ。あれ絶対人玉だよなって言ったって話があるんですよね。これテレビ見た方もいらっしゃるんじゃないかと思いますね。春4月の話なんですが、ある番組のそのクイズの主催者になってくれて言われたんですね。それも系列局28局のその女性アナウンサーを呼んでのクイズだったんです。で、出題者の中の一人が私で、できれば稲川さん怖いところへ行って怖い話をして、それでクイズを出していただければ助かるんですがって言うんですよ。私は OK しました。そのうち番組が終わったのは私が4時半で、5時に局を出まして、いよいよロケに行くわけなんですが、そのロケ場所というのはですね、その予定の場所が使えなかったんですね。で、急遽探さなきゃいけない、予定組んでももう私にもスケジュールありませんから、どうしようって話になりまして、富士の樹海ということになったんですね。青木ヶ原樹海ですよ。私はそこ嫌いなんですよ。前にも嫌な経験をしてるんです。でも選べませんからね、行きましたよ。4月ですから、樹海の真ん中を実は県道が走ってるんですね、まっすぐに。でもそこ、夏は混みますけどね、4月は全然混まないです。まだ雪が随分残ってました。で、ディレクターが、稲川さん、何か出たらどうしましょうかね。稲川さん、そんな簡単に出やしません、幽霊なんか。そんなことない。で、途中に消防署があるんですが、そこを曲がって横見それてずーっと行くと、ちょうど樹海に入り込めるようないくつかの細い道のようなものがあるんです。自然にできたんでしょうね。その一つを見つけたんで、ここにしようってことになったんですよ。私先頭に、それで女性二人、あとはディレクターとスタッフで入ってきましたよ。下凍りついてましたよ。ガーッと。どんどん歩いていったんですよ。その時私思ったんですよ。もしか何か出るとしたらば、本当は出た方がいいんでしょうね、きっと、そういう時には。もしも自分が死ぬ気になっていくんだったらば、何かだっていうのは、私は自分が死ぬんだったらですよ。人に見られたくない。でも自分の墓標は欲しい。なんとなく、目印は欲しい。ゆっくり眠りたい。で、きっと、そういう道があるに違いない、入り口があるに違いないと思ってたんですよ。どんどん歩いてきましたよ。やーなとこなんですよね。どうも気持ち悪いんですよ。立ち止まったんですね。そしたら、正面がポーンと向いてカメラこっち向いて、私、正面でもって前が見えないんですから、ちょっと前見えないねって、ひょいっとこ見たんですよ。大きなモミの木でしたよ。で、あれと思ったんですね。照明を浴びてる側の反対側、影になってるところの、その大きなその枝が一本出てるんですよ。3メーターどんぐらいかな、上ですかね。ふん出てるところから何か下がってるじゃないですか。見たらこれ紐なんですよね。あの樹海ですよ。何にもない樹海の木の枝から紐が下がってる。スーッと。下見ましたよ。岩で押さえてあるコップ。土がかぶってて水がいっぱい溜まってた。うわーと思ったんですよ。気持ち悪いとこしたなと思ったんですよ。稲川さんどうしよう帰ろうかって話だったんですよ。いやいや、まだ。こうなると私も探してみたら欲が出ますからね、もうちょっと行ってみようって話だったんですよ。というのは、多分これから死のうという人間はきっとなんか入り口があるんじゃないかと思ったんですよ。その気で行ってみようと思ってどんどん行ってみたんですよ。あったんですよね。絶対これだなってとこあったんですよ。それ木の皮が向けてましてね、二つこう、根っこがあるんですよ。まるで門のようになってるんですよ。それで原生林ですから、うっそうたる木があるんですが、歩こうと思えば中に歩けるんですよ。雪が降ってます、少しちょっと固まってね。ディレクターが、稲川さん、局穴の女の子の胴体に霜を祝いて、50メーターぐらい奥入れないかって。ひどいこと言うもんですよね。彼女半ベースでもって、はい、ってました。ヘルメットかぶって、そこから自分を映すカメラがあって、懐中電灯持って、カンテラつけて、ポラロイドカメラ持って彼女入ってた。大丈夫かって、はい。大丈夫かはい。なんかあったらいいんです。はい。だんだん彼女入ってくるんですよね。かわいそうでしたけど、私霜のこっち持ってました。
いいか、なんかあったらいいんだぞって。はい。あれ、怖いもんですよ。大僕言っちゃったんですよ。どうしたーって言いましたらですね、このマイクを通してね、声が聞こえるんですよ。引っ張られてますって言うんですよ。引っ張飛べないんですよ。よーし、今行っちゃったから待ってるぞ、いいか、今行くぞ、待ってろよ。私、何にもないところ、明かりを持たずに、その縄だけが頼りにこうずっと入ってたんですよ。どん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 。向こうに明かりがあるんです。あの瞬間思いましたよね。もうすぐそこに彼女がいるんですよ。原生林の中に向こうにふわーっと彼女が。でも、もしも私がこの島をずっと紐引っ張ってって、最後に彼女のとこ着いた瞬間、くるっとこっちを見たら、彼女じゃなかったら怖いなって思いました、本当のとこ行って。大丈夫って言ったら、はい、彼女でして。稲川さん、あそこって見せたんですよ。見たら大きなもみの木があるんです。下が雪が降ってないんですよ。ふわふわの草がいっぱいこうなってるんですね。葉っぱやなんかがこう堆積してるんですよ。死ぬならあそこだと思ったんですよ、私。ポラロイドを取って、一箇所、二箇所、三箇所取ったんです。もう一箇所近くで取って、彼女のロープほどいてあって、帰らずに先に行かしておいて、私後からそのロープをまとめながらついてったの。パタ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 取った写真やって、ひょっと見たの。三枚目に取った写真。もみの木の下のふわっとした、その葉っぱの上、落ち葉の上で、横たわってるものがあるんです。真っ白で。だん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 浮いてくるんですよ。それは本当に見事ですって、ね、発光体でしたよ。もう一個のアップの写真見たの、同じ写真撮ってるから。写ってない。ということは、岩でも何でもない、そういうものがこいつには写ってるんですよ。で、みんながいたんで、おい、撮れたぜ持ってったの。ところがみんなシーンとしてるんだ。で、蓋も黙っちゃってる。汗かいてる。もう一人の女性局アナも黙っちゃってる。音声さんもこうやって気に。カメラさんも黙って。遠くで、撮ったんですよ。車だったら、とか、わーんと、音声くれてきて。そのうちに、だんだん近寄ってくる、その音が。で、音声さんに、これ、機械じゃないよね。これ人間の声みたいですよね。お経かならしいですよね。言ったの。みんな、たまーって、たまーって言ったんですよ。みんな私も見てるんですよ。どん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 近づくんですよ。はるか向こうで音はしたんですよ。それがどん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 あの原生林の中ですよ。歩こうと思っても歩けないところをすごいスピードでこっちへ来るんですよ。我々のところへ。あの白い原生林でどうやって我々向けたんでしょうね。来るんですよ。明らかにこっちへ向かって。恐怖が走りました。私もすごく怖かった。とっさにポロイドカメラを引っ張ると、その藪の中、音のそばへ向かってきましたよ。あれも恐怖ですよね。ブワッ藪の中かけてった。みんなで10メーターぐらい OK。みんなそこ立ったままですよ。固まってましたよ。私、ブワッってなった。恐怖で。それでそっちへ向かって、カーッシャッと押した。プシャーッ真っ白になった、目の前が。突然目の前で、おいって言われたんですよ。うおーですよ。みんな、ブワー泣き出して逃げまったから、逃げるなー逃げるなーってなったんですよ。でも、内心、逃げるんだった自分は、恐怖してましたよ。怖かったもん。本当に怖かったの。戻った。みんなどうしてもわかんない。で、二人さん、まずいですよね。俺普段ビビんないけど、こういうのやったらまずいですね。帰りましょうか。どうしましょうか。そして、カメラさんが撮れてない。音声さんは、これ撮れてます。どうしましょうって、こっちが聞いて、私、買ったんですよ。もう一回行くかと。その時、遠くの方に声がしてましたよ、また。よって。ずいぶん遠くに戻ったんですよ。行こうと思った瞬間に、どんどんまたその声が来るんですよ。って来るんですよ。よーしと思って、カメラ持って、ムーッとしたら、前よりもっと奥に行っちゃったんで、原生林の中。もうわかりません、藪の中。入ってて、クラッとカメラになったんですよ。もうみんなずっと後ろなんですよ。藪の中ですよ。プシャッ目の前に真っ白になったんですよね。そのフラッシュの真っ白の中から、すぐそこですよ。すぐ目の前で、逃げたんですよ、みんなで。バーッと。途中でもって何か音がしてるんですよ。私と一緒に張ってるやつがいる。撮ってやろうと思った瞬間、パーッと撮ったんですね。瞬間、地面を撮ってた。雪の地面を。そして、やっと我々の車が見えたんで、そこでまとめのことを喋ってたんです。彼女が二人を周りに置いてね。そしたら、音声さん、こうやってやるんですよ。後ろで、って言うんですよ。みんな師匠とお札巻いて、すごい逃げましたよ。ロケバス入ったんです。で、まとめ撮りましょうってことで、またカメラ回した。写真見たんですよね。骸骨の写真ありました。私が滑った瞬間の白い雪。これ違うんですよ。って言ったのに、何稲川さんこれ何つけるでしょ稲川さんこれどうすんのこれ稲川さんまずいよね。それは、雪じゃないんですよ。立体感があって。女の人が髪をこう、ザバッと垂らしたまま、倒れてるんですかかって。その背中に、赤ん坊がおぶってるんですかって。おぶさって。で、鼻のとこから子供の手のこの上だけと顔の半分上だけ出て変わってやってるんですよ。で、その女の人の上に二つ、ここだけ切れたように顔が上がって、鼻も口も耳も映ってる。これすげえなぁ。帰りましょう、まずいから。って言ったんですよ。あ、そうしたと。運転手さん、帰りますから。と、運転手さんがロケバスのエンジン、ブーンとかけた。その瞬間に、音声さんやカメラさんもみんな、あれエンジンかかってなかったの?って言ったんですよ。そしたら、ドライバーの方が、ああ、だって今カメラ回してるからエンジンかけてませんよ。嘘。さっきからこのロケバスのすぐ後ろと思って、
とかしてたんですよ。みんなでバーッとやりました。これ番組流しました。結果的にはクイズ番組にはならなかったですが、大変な反響を呼んだんですよね。死の入り口を私たち見ちゃったんですよね。